ロバート・エッチンガーロバート・チェスター・ウィルソン・エッチンガーは、1962年の著書、不死への展望によって人体冷凍保存の父として知られる人物。また、1972年の著書、超人間肉体と精神を改造する科学は、トランスヒューマニズムの基礎を築いたとも言われている。エッチンガーとも、ロバート・エッチンガーは、 クライオニクス・インスティチュートとイモータリスト・ソサエティの創設に関わり、2003年まで両方の会長を務めていた。母親と一番目と二番目の妻は死後に冷凍保存されている。1918年にニュージャージー州アトランティックシティでユダヤ系の家庭に生まれる。第二次世界大戦中はアメリカ陸軍で不評として働いた。 ドイツでの戦闘で重傷を負い、パープルハート賞を授与される。ウェイン州立大学で2つの修士号を取得し、ウェイン州立大学とハイランドパークコミュニティカレッジで、物理と数学の先生として勤務した。最初の妻との間に2人の子供を設けた。長男のデイビッドは12歳の時に、ジャーナリストから人体冷凍保存についてインタビューを受けており、以後、 人体冷凍保存の分野で活躍するようになった。デイビッドは後に弁護士となり、現在はクライオニクスインスティチュートとイモータリストソサエティのコモン弁護士となっている。後に2番目の妻となるメイジュノーは、エッチンガーの社会人教育コースを1962年に受講した。彼女は上述の著書のタイピングや編集に関わった。また、 クライオニクスソサエティー・オブ・ミシガンで、開始ザ・アウトルックの編集に携わった。彼女は、作家、フェミニスト、家族療法士としても知られている。エッチンガーとジュノーは、最初の妻の死後、1988年に結婚。1995年には、アリゾナ州、スコッツデールに移住し、引退生活に入った。1998年、 メイ・名エッチンガーは、卒中で倒れてからは、完全に回復することはなく、2000年に、脳梗塞で死亡し、その死体は冷凍保存されることになった。エッチンガーは、ヒューゴガーンズバックのアメージング・ストーリー図詞を読んで、育った。そして近い将来、生物学者が若返りの泉の秘密を解き明かすと、信じていた。1930年代も後半になって、 大人になるにつれ、それにはもっと時間がかかるのではないかと考えるようになった。アメージングストーリーズ1931年7月号に掲載されたニール・アール・ジョーンズのザ・ジェームソン・サテライトでは、ジェームソン教授は死体が地球周回軌道に乗り、ほぼ絶対零度で死体が保存されたことになっていた。そして数百万年後、人類はすでに滅亡していたが、ノー 機械の体に収めた機械人に拾われる。彼らはジェームスンの脳を修復し、機械の体に入れ、仲間にした。エッチンガーはこれを読み、異星人が冷凍された人間の死体を使って、テクノロジーによる不老不死を達成できるなら、未来の人類にできないはずはなく、冷凍保存することで、将来の医学の進歩によって救われるのを待つことが、できるはずであると考えた。 1947年、エッチンガーはそのアイデアを短編小説の形にした。この小説ザ・パナルティメイト・トランプは、スタートリング・ストーリーズの1948年の号に掲載され、エッチンガーは人体冷凍保存というパラダイムの創始者となった。すなわち、死の医学的・法的定義は相対的なものであり、医療技術のレベルに深く依存していると考えた。 例えば、アマゾンの奥地で、心筋梗塞で死んだ人も、もし大都会の医療が進んだ地域でなら助かったかも、しれないという考え方である。エッチンバーは、それが、地域差だけにとどまらず、時代の差によっても生じると考えた。エッチンバーは、著名な科学者や医師が彼と同じ結論に達するのを、期待した。しかし、1960年になっても、 そのようなものは現れなかった。42歳となったエッチンガーは自分の死をより強く意識するようになった。そして自ら動き出すことを決めた。彼は人体冷凍保存のアイデアを数ページにまとめ、マルキスフーズ風から彼が選んだ約200人の人々にそれを送った。反応はほとんどなく彼はもっと詳しい説明が必要なのだと判断した。 死は、絶対的なものではなく、凍結によるダメージは、限定的で将来的には、問題なく解凍する技術が登場するだろうという、彼の信念を人々に理解してもらうには、ある種の教育が必要だとエッチンガーは考えた。彼はすぐに、さらに根本的な悩ましい問題を発見した。すなわち、性が死よりもよく、健康が病気よりもよく、 賢い方が愚かな方よりもよく、不老不死がそれにつきまとう障害を克服するに、値する、ということを非常に多くの人に認めさせなければならない、ということである。1962年、エッチングガーは、不死への展望の初版を自費で出版した。これが大手出版社の目に留まって1964年には、ダブルデーからハードカバーで出版されることになり、これが、 人体冷凍保存が広く、世に知られるきっかけとなった。当時、人体冷凍保存を考えていたのは、エッチンガーだけではなかった。1962年、エヴァン・クーパーが、エヌ・ダーヒングという筆名で、インモータリティー、サイエンティフィカリー、フィジカリー、ナウと題した本を書いていた。クーパーの本も主張は、エッチンガーのものと同じだったが、科学的。 技術的厳密さに欠けていて出版できるレベルではなかった。エッチンバーは時の人としてニューヨークタイムズ、タイム、ニューズウィーク、パリマッチ、デアシュピーゲル、クリスチャンセンチュリーなど様々な雑誌や新聞に取り上げられた。テレビ番組にも登場した。また各地のラジオ番組にも積極的に出演し、 人体冷凍保存の考え方を普及させようとした。エッチンガーは、不死への展望を出版後も、著名な科学者らが彼の考えに賛同し、実現に向けた動きを開始することを期待した。これとは、対照的にクーパーは、積極的な動きを見せ、ライフエクステンション、ソサエティという世界初の人体冷凍保存に関する、組織を設立した。では、 人体冷凍保存の実現に向けて即座に動き出し、同時にアメリカ全土に支部を開設して草の根、運動的基盤を形成した。クーパー自身は1969年には、この活動から手を引き、1983年に会場で行方不明となった。カリフォルニアとミシガンで1966年、クライオニクスソサエティが設立され、エッチンガーは、 クライオニクス・ソサエティ・オブ・ミシガンの初代会長に選ばれた。1970年代、CSM はエッチンガーの指導の下で、クライオニクス・インスティチュートとイモータリスト・ソサエティに改編された。1976年、エッチンガーの母レア・エッチンガーが亡くなり、CI での最初の人体冷凍保存が行われた。 エッチンガーは2003年まで CI とイズの会長を務めた。1964年から1990年頃まで人体冷凍保存に関する運動の成長はゆっくりとしたものであった。この間の運動にはプロの医学的、法的、哲学的、経済的支援が欠けていた。この運動に関わる人々は嫌悪と嘲笑の対象になっていた。 メディアを中心とした世間一般の見方も常に否定的だった。この外圧は彼らの仲間や愛する者が亡くなった時、共済基金的な形で管理せざるを得ない状況になったことによる心配と恐怖によって悪化した。人体冷凍保存は当時の一般人が考えていたものとは異なり、中産階級の賛同者が集まって行っているもので、 設備も手法も彼らの手作りといって良いものだった。さらに心配されているのは、法的な状態が不明確な点で、将来的に法律で禁止される可能性は残っている。インターネットの発展により、人体冷凍保存という概念は、ミームとして、急激に広まっていった。しかし、今のところ個人レベルの動きにどまっている。二0 1年七月十三日、死去。 92歳没。ロバート・エチンガー。ロンドン、テレグラフ、ジュライ24、2011、プライス、マイケル、サブジェクト、EV ・クーパー。クライオームスッグ23,124、クライオネット、2007年9月29日閲覧。ロバート・ CW、エチンガー。ファースト・ライフ・サイクル、1918-2011。 クロノスフェアアーカイブド2011年8月13日、アットザウェイバックマシン、クロノポーズジュライ24、2011。ありがとうございます。